オーダーメイド落語、今回のオーダーはこちら。無理やるってJリーグカレーね。いや知ってます、世代だから分かります。平成ね、ラモス・ルイにこうなってくやつ無理だって。ラモス・ルイは落語に出せないって。落語な、分かってますか。江戸時代ですからね、あの平成じゃないですからね、江戸時代ですから。何個原稿もあると思ってますか。無理ですよ、 J リーグ発足前落語あったのまあ一応やってみましょう、オーダーメイド落語開演です。何かしら。こんな夜遅くに物音がする。リビングの方だわ。お父さんは寝てるし、マサオだ。マサオ？マサオ？いない。まさか、マサオ？マサオ？何してるの？いただきまーす。いただきますって。そのカレーどうしたの？まさか、Jリーグカレーじゃないでしょうね。Jリーグカレーは食べちゃダメよ。そんなわけないじゃないか。ただいま、ラモス・ルイです。Jリーグカレーじゃないの。やっぱりJリーグカレーじゃないの。ダメよ、Jリーグカレー食べちゃ。Jリーグカレー食べたら2、3日はラモス・ルイのまんまなんだから。だから長期休暇の時だけにしなさいって私いつも言ってるでしょ。どうするのよ、そんなんなっちゃって。でも、友達の数も食べてるんだ。それ今、マサオが喋ってるの？それともラモス・ルイが喋ってるの？どっちなのよ？カズってあのカズく？誰のことを言ってるのよ？もうしょうがないわね。どうしましょう？このままじゃ表に出せないから。そうだ、あのラモス・ルイ追い出せばいいんだわ。なんか悪魔払いみたいに。そうだ、ラモス・ルイの嫌いなもの。ドーハの悲劇。ドーハの悲劇。聞いてるわ。聞いてるわ。ドーハの悲劇。ドーハの悲劇。ムラル・サルマン。ムラル・サルマン。カズーカズー、なになになに、なに、誰を呼んでるの。誰が来た。誰誰。キングカズです。三浦和義じゃないの。本物のカズ来ちゃったじゃないの。どういうことなの。ちょっと騒がないで騒がないで。もちょっとお父さんちょっと起きて。なんだよ、こんな夜遅くにじゃないわよ。大変よ。マサオがまたラモス・ルイになっちゃったの。もういつものことじゃないか。それにね、そのラモス・ルイが、あの、キング・カズ呼んでるのよ。ああ、そうか。ああ、まあまあ。そうだろうね。そうだろうねってなんで驚かないのよ。だって昔からよく言うじゃないか。ルイは友を呼ぶ。